里崎チャンネル。ジョッ。こんにちは。さあ今日は久々の里崎塾。久しぶりですね。はい。だいぶ久々です。そうですね。はい。まあでも今回は、まあ、野球も試合も始まってますし、はい、リード、うん、作戦、はい、面を踏まえた塾をやって、はい、講義やりたいと思います。おお、リードのじゃあ塾ですか？リードもあるし作戦も。作戦。要は全てにおいて選択じゃないですか。はい。どっちを取るかの選択。それにはもちろんメリットもあればデメリットもある。はい。それを見た上で、うん、その作戦を全て否定できますかっていう。それを悪いって言えますかっていう。おお、なるほど。でもちょっと聞いてみないとどういうものなのかが。ね、まずじゃあ、はいはい、リード。袴田さんどっちを選択するか、はい、二者皆さんも二者択一、こういう状況の時にどっちを選択するか、はいはい、考えよう。基本どっちも打ち取るためにやってます、はい、でその時に打ち取るために、はい、今日調子が悪く全くコントロールできてない、はい、きちんと来る確率が少ない、はい、でもそれをいけば打ち取れる、はい、でもピッチャーがちゃんと投げれるかどうかは確率的にかなり低い、うんうん、それを選択するか、はい、打たれるかもしれないけどピッチャーがちゃんとコントロールできていい球を投げる球を選択するか、うん、ここ一番のピンチ、どっちを選択しますかっていう。私だったらちゃんと投げられる方を選択します。まあ打たれるかもしれないけど、はい、ちゃんと投げられる方を、まあ、選択するパターンですね。はい、その選択をするんですけどピッチャーにこうジェスチャーします。いや気持ちわかる気持ちわかります。わかります。これジェスチャーの回も前出てるかな。そうそうそう、それ見といてほしい。はい。それね、袴田さん使い方合ってます。あ、そうそう。やった。ちょっと勉強したんで。これはね、はい、最近巷で話題の甲斐と高谷のリードの差っていうところを、はい、あの考えると、はい、多分甲斐はね、どまあこれはズレに使い分けてるんだけども、はい、傾向としては来る確率低いけど。はい、抑えれる球を選択してると思うんですよ。へぇー、甲斐選手は、うん、甲斐、ソフトバンクのね、うん、で、高谷はこれ俺の味方だからね、正しいかどうか分かんないよ、はい、うん、どっちかっていうと抑えられる球よりピッチャーがちゃんと投げれる球を選択してるんちゃうかっていう。これでもね、どっちでやっても結果が悪かったらボロクソ言われるんだよ、はい、そうですね。だって仮にね、でこの前ロッテ戦とかもマリンの時もそうだったけども、はい、もう明らかにちゃんと投げれないけど、はい、球を選択してフォアボール連発になって、うん、最後もその今日あんまり来てない球が、うん、あの甘く入って打たれたりしてたのね、うん、でもよ、それちゃんと投げれたら、はい、抑えれんだよ。ただ今日それが全く機能してないだけ、うん、でもそれがちゃんとさえ来れば抑えれる。そうですね、でもピッチャー次第ですもんね、うん、をピッチャーの能力次第って取るか、はい、キャッチャーに無理しすぎって取るか、うん、でも、うん、ちゃんと来たらナイスリードなる。なる、そうですね。でそれをあのちゃんと投げられるとこに選択するかしないかの差ってことですもんね。そうそう。で次袴田さんが言ったように、はい、やっぱりちゃんと来えへんからそれは勝負にならないと、はい、もうフォアボールになる危険性もあるし、うん、それが万が一甘めにストライク取られてきて棒球になったら打たれると、はい、それだったら打たれるかもしれへんけど、うん、もう一番今日ちゃんと投げる球で選択して勝負しようや、はい、なるじゃないですか、はい、で仮に打たれたら、はい、なんでそこ変化球いかへんのやって言う、その球種なんやって言われますもんね。なもう相手それ待ってんの分かるやんっつって、うん、もう十中八九それ待ってんのに、うん、なんで相手それいっちゃうのみたいな、うん、だって他の球ピッチャー来ないんだもんって話だもんね、って思うじゃん、はい、こっちは思ってるからそうやってやってるわけだけど、はい、それ思いは誰にも伝わってないわけ。そうです、ね、でも逆に、はい、抑えられる球行くとストライク投げられへんやん、はい、でそしたらこうへん球なんでそんな使うんやと、うん、そんなもんお前ストライク投げれる球で勝負した方がいいやないかって言うわけ。そうですね。いやーマジきつい。うわー辛いでもだどっちを選んだとしてももし打たれたら言われるわけですよね。そう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 、うん、だから俺はソフトバンクの回は、はい、俺そっちのタイプかなと、はい、だからもうデータも全部頭に入ってると、うん、だからそれ行けば抑えれると、はい、でもそこにピッチャーの能力がついてこうへんと、うん、でこれどこまでこのバランスを保つように自分の思いを下げていくかが、まあ、難しいわけ、うん、でもそのままやると抑えれるわけ、はい、でもそれについてこれないと、うん、っていうところが難しいのね、うん、そうですね。だから、うん、あの多分甲斐はソフトバンクでいいピッチャーにめっちゃついてきたから、はい、
あのそれに応えてくれる人たちが多くなって、うん、でそれに応えてくれない人が多くなってくると、うん、ここで葛藤が始まるわけ、うん、これいったら抑えれるよと、はい、データ入ってるよと、うん、でもちゃんと投げられへんやん、うん、でもどうしよう、投げれる球いってたらちゃんと投げれるだろうけどめっちゃ打つし、うん、いやー難しい、でも負けたくない、抑えれる方、うん、一概にダメやって言えますかっていう、言えないよ。だそこはもう、はい、まあ、俺は解説者として言わなきゃいけないから、俺はその時はもう一か八かで投げれる球いって、はい、もう神様お願いしますでいいやんっていう俺は思う派、はい、だ俺も袴さんと一緒で、はい、来ない球を選択するよりは、うん、もう打たれるかもしれないけどちゃんと来る球を選択して勝負した方がまだ確率高いんちゃうかって思う派、はい、でもそういう無理の時に来ない球でも選択して勝負しなきゃいけない時もある、うん、でそれを選択してすごいいい球来て抑えた時もあるし、はい、もちろんちゃんと来なくてフォアボールになったこともあるし、でこの無理を押す通す時もあれば引く時もある、このバランスが難しい。そうですね。でも高谷はどっちかっていうとピッチャーの投げれる球種を重んじて投げさせてるタイプなのかなっていう、うんうん、だから外国人ピッチャーと合うのかなっていう、あバンデンハークとか、はい、前ね、はい、専属だったり、うん、外国人投手っていうのはあの相手どうのこうのよりまず自分の得意な球を投げていきたいタイプ。あ、そうなんですね。基本的には、うん、で賢くグライシンガーとか賢くなっていくとプラス自分のやるべきことはできるから、うん、相手に合わせていろんなことを研究しながらやっていくっていうタイプもいるけども、まあ、基本的に俺が関わってきた外国人投手っていうのは、まあ、大体8割方、はい、自分のいい球を投げさせてやりたい、うん、で勝負したい、はい、でそこにその高谷っていうピッチャーのいい球を選択して投げさせていく、相手どうのこうのよりもが高谷、うん、で下位はデータも入ってると、でそのピッチャーにとかよりも相手のバッターが抑えれる方を選択するリードのタイプが下位、はい、俺はこうやと思うんだよ、うんうん、だから下位がうまくいかない時に高谷がいったらうまくいくとこはそこなの。あ、そこの選択の差ってことなんですね。そうそうそう、でもどっちがいいとかどっちが悪いとかじゃないの。ないですよね、うん、それは言い切れないの、うん、ここがね難しいところ。だってどっちの選択まででもうまくいくこともあればうまくいかないこともあるんですからね。でその、まあ、俺が思う高谷のその、 あのピッチャーのいいところを出してっていうところは相手が得意でもピッチャーが得意で投げさせていくから、うん、打たれる可能性もあるわけ。ありますね。そこでね、うん、ピッチャーの能力が上回らないと、はい、だそのそうなってくるとそれも良し悪しになるじゃん、うん、だこれ難しいわけ。これ永遠のテーマ俺の中でも、はい、どっちの選択がいいかを常に迷う。究極の二択ですよね。そうそう、それがもうココイチの勝負で何回も訪れてくるわけ、はい、毎日。うわ、人生どうするみたいな選択ですね。だからそこそこ全部ちゃんと投げといてほしいの、うん、それがピッチャーがね、はい、そこそこちゃんと投げれたらその回だっていいリードできるんだって来るんだから、うん、はい、それは全く来ない、もう一球しか、もうストレート以外無理みたいな、うん、でもまっすぐ打たれちゃいますよ、はい、どうしますかっていう。そうですね。東原アンダどうしますかっていう。いや、これ今あの自分が選択をさせられる立場になると、うん、本当に迷うじゃないですか。だからもうね、うん、言わなきゃいけない。俺は、はい、もうそうなったら、うん、もう仕方ないやん、ピッチャー無理なんやから、うん、もうそれだったらちゃんと投げる球言ってもう打たれたら打たれたら、もうそいつがそれしか今日能力ないから仕方ないやん、うん、はい、俺はね、うん、だから甲斐もそうすればいいのにって思うから、はい、まあ、言うよね、違う意見を、うんうん、でだから皆さんもどっち派か言った方がいいよ、うん。そうでないとその時々で変えるやん。そうですね、うん、だから皆さんもいや俺はもうそんなピッチャー悪いよと、うん、投げれないやんとか、はい、もうデータしっかりあるやんと、うん、打ち取れる配球するやろ、来るか今回あっちの問題であって、はい、こっちは打ち取れる配球するよ、うん、派なんだったら、うん、それはそれでいいし、だからどっち派か決めてほしいですね。そうですね、それに基づいて批判をしてほしい。そうそうそう、その時々でコロコロ変えられても、うん、そんたまったもんじゃないからね。そうですね、うん、俺はそういう感じだから、はい、うん、ロッテ戦の回がそうなった時も100円玉投げさすよりもう絶対経えへんねんから行った方がいいやん、うん、でも絶対経えへんと俺は思ってるけど絶対経えへん保証はないしね、ない、ひょっとしたら来るかもしれない、うん、なんかそこが難しい。でもこうやって選択を迫られた時ってやっぱり本当に優秀というか、うん、いいピッチャーだとリードって全然変わりますよね。そうそう、ね、何でも出せっからね。そうですね、困んないもん。究極の、まあ、ピンチの時でも、まあ、でもこの日だったら絶対この球もこの一あのもうピンチの場面だったら絶対投げてくるだろうなっていう信頼があるとか、そうそう、はいはいはい、はい、ストレートねね、はい、フォークね、まあこうボールにしたくないからストライクからストライクでもいいから、まあ、真ん中から低めにぐらい来てね、はいストライク、はいオッケーオッケーとかできるけど、うん、そんなもんワンパンも来るしどこ来るか分からへんけど、うん、絶対ストレート待ってるからフォーク、でもストライク欲しいボールみたいでしょうねみたいになるじゃん、はい、でも、ま、万が一いいところ来る可能性もあるし、うん、それはまあね、どっち取るかだね。そうですね、うん、これがまず一つの選択。お、
つの選択、はい、で次、はい、あだから今の話で言うと、はい、投手のレベルが下がるほど怖さが出るんですよね。まあそうですよね、選択迫られますね。そうそうそう、やるときにおいてね、うん、で次がスクイズ、はい、最近流行りの、はい、自分監督ね0対1で1点負けてる状況にしようかな。1点ビハインドで、うん、でバッターがね、はい、打率がね、はい、2割前後、うーんでランナー3塁、うん、8回8回、はい、はい、ウエストして外される危険性はあるが、外されなければかなりの高い確率で決まるスクイズを選択するか、ウエストして外されても、まあ、危険度はないけども、はい、バンと走塁を完璧しない、完璧にしないと成功しないセーフティースクイズ、はい、どちらのサインを選択しますかっていう。待って待って、難しい。だから要はスクイズ、はい、もう、うん、あのウエストピッチダウトされて、はい、バントが届かない範囲に外されない限り、うん、はい、まあかなりの高い確率でバットに当ててゴロが転がれば、はい、もう 90% 以上の確率でセーフになるスクイズを選ぶか、はい、その代わりリスクとしては外されたら三塁ランナーアウトです。アウトですね、うん、はい、うんうん、か、はい、外されてもセーフティースクイズの場合は別にバット引くだけだから、はい、その外されてランナーがアウトになる危険性は 0%、 はい、その代わりバンドもうまく、うん、走者のスタートも完璧にやらないと成功しないセーフティースクイズか、はい、どっちを選択しますかっていう。8回ですよね。8回1点ビハインドですよね。でワンアウト3塁0対1で1点負けてる、うん、バッターは2割前後、はい、今日もここまでノーヒットで、3塁ランナーは普通のランナー、足も遅くもなければ速くもない、はいはい、私は多分スクイズいくと思います。選びますか。多分あの、まあ、そのバッターも今日ノーヒットじゃないですか、うん、もうここは死んでも決めてくるだろうという。でも相手も今日ノーヒットに言われたい、絶対スクイズあると思ってるんですよ。そうか、相手もそう思ってんのか、まあ、相手も思ってこう絶対、ここ絶対スクイズあるみたいな。でもバットにちゃんと当てれば、でもウエストされたらされるかもしれないのか。そう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 、そう、そしたらもうチャンスがなくなるっていう。なくなる。8回いやでもやっぱ点取りに行きたい。スクイズですか。いいですよね。いやもう外されたらもう袴田監督の責任ですよね。でももうここはここぞ、もう何球目、何球目、何球目、難しいな。セーフティースクイズは別に何球目でも、はい、別に初球からできるんですよ。だってウエストされても意味は関係ないんで。でもセーフティースクイズのリスクは何でしたっけ。リスクは、はい、バントと走塁が完璧にしないと、はい、ホームでアウトになっちゃうんですよ、はい、だから完璧なタイミングが必要ってことですよね。だから両者の、うん、バッターと走者の両方に完璧を求められる作戦です、はい、でもスクイズはバントさえできれば、はい、誰がランナーでも9割以上セーフです、はい、いけると。だセーフティースクイズの成功率は、うん、まあ、6割、7割ぐらいですか。はい、だから失敗する可能性もかなり高い確率であるっていう。はい、いやでもやっぱりこの前楽天なんて1イニングで2回セーフティースクイズして2回ともアウトですからね、はい、そうですね、うん、むず、うん、だ要はスクイズっていうのは、はい、ハイリスクハイリターン、はい、ウエストされてランナーがアウトになる危険性はあるけども、はい、成功すれば確実に1点入るっていうリターンも高い、うん、はい、だからハイリスクハイリターン。セーフティースクイズっていうのはローリスクです、はい、やっぱこのウエストされてアウトになる確率はないし、はい、まあうまく決まれば、でもその代わり確実に決めないで1点入んないんで、はい、ローリスクローリターンなんですよ。うーん、このチャンスにかけたいって思っちゃいますね、うん、私は。でじゃあスクイズですか。でスクイズ、じゃあ仮に失敗したら、あ作戦悪いなって言われちゃいますよね。それでいいですよね。もうそこは失敗したら自分の責任だって言います、ちゃんと監督インタビューで試合後の。じゃあもし、はい、次の日、はい、同じシチュエーションで、はい、8回、はい、3対2、1点差負け、スクイズ、セーフティースクイズ、打たせる、やるスクイズするんですか。やる。もう2試合連続外されたら逆っすよ。そうですね。くー、難しい。佐藤さんだったらどうするんですか。ん、佐藤さんどうするんですか。俺、はい、だから、まあいわばね、はい、こっからがまあこの議題なんだけど、はい、要はスクイズっていうのは、うん、ベンチに責任がかなり大きくなるね、はい、やっぱりその外されたとか全部の責任はベンチ、うん、セーフティースクイズの責任っていうのは選手、はい、技術がうまくできなかったから、はい、やった時に、うん、やっぱりねキャンプとかいろいろ見ていっても、うん、セーフティースクイズの練習そんなにめちゃくちゃ本気でやってるチーム見たことないんだ。おー、
そうなんですね。ランナーはランナーだけでやってたり、はい、バッターはバッターだけでやってたりするけど、このバッターとランナーが絡み合って、はい、実戦形式でセーフティースクイーズの練習をバチバチやってる球団って、はい、俺は見たことないのね。それなのに頻繁に行われてる現状が俺は問題だと思うの。でさっきも言ったようにセーフティースクイーズっていうのはやっぱりね、ローリスクローリターンだから、はい、バッターも走塁も、まあ、バッターも完璧な位置にバントして、はい、で走者も完璧なタイミングでしないとホームアウトになる確率かなり高いのね、うんうん、はい、そういった意味ではもっと練習させなきゃっていう、うんうん、そうじゃないと成功しませんよと、はい、っていうところがある。だから俺だったらもっとガチで練習させる、ガチで練習させてセーフティーを選ぶってことですね。セーフティースクイーズ の、うん、あのローリスクローリターンっていうところのローリターンを上げるね、努力する。ああ、なるほど、ローリスクハイリターンにしていくするような練習させなきゃいけない。それをできてないところが、うん、このセーフティースクイーズが、うん、ベンチが責任を投げ出したって言われる要因。要は今多くのところでも、はい、やっぱスクイーズしたら確実に入るから、はい、でもやっぱりそのウエストされたらベンチの責任になるから、うん、はい、責任を選手になすりつけるためにあのセーフティースクイーズを選んでるっていう人が多いので、はい、まあ、確かにそれも一理あるんだけども、でもローリスクローリターンをローリスクハイリターンにすればいいだけで、うん、もっと練習すればハイリターンにできるはずなの、はい、だからもっとガチで本気でセーフティースクイーズの練習を全員でやっていかないと、はい、それは1イニングで2回アウトになるよ、セーフティースクイーズで。そうですね。だって1回目の足立対ロメロだったかな、はい、の絡みは、うん、もうそもそも足立がバンドキャッチャーゴロみたいな、うん、でその時にロメロ半分ぐらいしか来てなくて、はい、そもそもバンドも下手だけど走塁のスタートも下手みたいな、そのスタートだったらちゃんと決まっててもアウトだぜっていう、はい、のの両方がうまくできてない、うん、で次は小深田と岡島の絡みだったと思うんだけども、はい、その時に1・3塁だったから小深田はファースト側にめちゃくちゃいいセーフティーバントしたのね、はい、でそれを中田がグラブで取ってグラブトスして、はい、でホーム岡島が楽勝でアウトだったんだけど、うん、あのバントでアウトはスタート悪すぎっていうその連携とかが取れてないってことなんですね。そうそうそう、だからランナーもどこまで行ったらいいか分かんないから、だからふんわりした中でやってるから結局ローリターン上がっていかないわけ、うん、だから多くの人にそんな成功もしないセーフティースクイーズでスクイーズやったらね、ハイリターンのところをみんな言うから、はい、あの絶対一定入るのに、うん、あのベンチが責任転換で選手に丸投げしてる最悪の作戦やって言うんですけど、言われるんですね。でもやっぱりその確実に1点取りに行くためにはやっぱウエストされない。でもね、ここでもう一つの問題、はい、ウエストされたら困るって思ってるベンチ、はい、あなたは自チームがランナー三塁の時に、うん、守備側でね、はい、どれだけウエストピッチダウトのサイン出してますかっていう話を。自分らがピッチダウトのサイン出さへんのに、はい、相手も出さへんでっていう。あ、そうですね。そんな出さへんで、うん、ピッチダウトでウエストって。だ、要は外される危険性っていうのはピッチャーが独自で、この前誰だったかな忘れたけど、はい、足ゆっくり上げて走ったから自分で外したみたいな、はい、サインじゃなくて、うん、っていうのもありますし、はい、高橋光成みたいに、うん、ビアヌエバが、はい、もうホームスチールかのごとくスタートして、はい、でもうバンドした瞬間ベースつきましたみたいな、はい、でしかもそんな走ってるのにど真ん中投げちゃうみたいなパターンもあるけども、はい、そこの、まあ、ベンチからのサインで外されるのね、もう稀。じゃあもうピッチャーの判断とかちゃっちゃで可能性があるあってなった時に、はい、俺をスクイーズをねローリスクにする、ハイじゃなくてローリスク、はい、ハイからちょっとずつでも下げるリスクを下げるための方法をこの前のビアヌエバ見て思いついた。へえ、何ですか。ランナーはホームスチールしよう、はい、もう走りに行くってこと。もうホームスチール並みのスタート、はい、もう早いとか遅いとかじゃない、うん、もうホームスチール並みのスタート切って、はい、でバッター構えるじゃん、はい、で万が一そっからあスクイーズやと思って外します、ちょっと高めに、はいはい、そしたらそっからもうタッチしに行く前にソン。あー、でもタッチする余裕すら与えないぐらいスタートを早くするってことですか。この前のビアヌエバのスタートみたいに、うん、ランナー三塁でスタート練習をして、うん、スクイーズにかかれば、はい、ストライクゾーンはもちろんバンドする、うん、でもちょっと外されたらキャッチャー外してからタッチ行くのも時間かかるから、はい、その時間差でホームシールして外されてもホームシールでセーフになるみたいな、うんうんうん、それを取れば、はい、スクイーズのリスクが下がるじゃん。ローリスク入りたんですね。なるじゃん、はい、だからそれも練習した方がいいね。そうですね、うん、だからそれを改革、うん、俺これいけると思うね。だからそのスクイーズのハイリスクのリスクをちょっと下げるか、はい、あのセーフティースクイーズのローリターンのローをちょっと上げる、はい、練習をもっとしなきゃ。そうですね、ちょっとねしなさすぎ、ちょっと雰囲気でやりすぎ、だから成功率いく、だから周りからあの責任逃げてんやって言われるんですよ、はい、じゃあちょっとサボさんもでも一応選択してくださいよ。あ、俺？俺だからめちゃくちゃ練習させてセーフティースクイーズさせよう。いや、まだ別めっちゃ練習させてない状態で、そんなのありえないもん
俺だと。いや、じゃあ監督代行でいきなり来ました。みんな練習してません。現場長いるんでしょ、はい、やらしてるって。もう私と条件が違うじゃないですか。別にいいじゃん。いいですけど、はい。私の選択は何だったんだ。え、でも、はい、どっちも別に間違いじゃないんだよ。まあもちろんそうですよね。こういうことがあるから、はい、あながち批判できないでしょっていうのをみんなに言いたい。こう塾は、はい、今日の塾のテーマは、はい、いろんな思いがあっての選択、はい、そんな簡単にできないでしょっていう批判、うん、これを知った上でね、うん、リードと一緒です、はい、知った上で批判しよう、はい、であなたはどっち派ですかっていうのを明言した方がいい。まあ、監督もいろいろな気持ちを持ってやってるっていうところを分かってほしいっていう、はい、批判ばっかりね、はい、あの結果論で言うとやっぱかわいそうじゃないですか。そうですね。優しいでしょ俺。優しいですね。いろいろ擁護してますね、うん、あと次、はい、ワンアウト三塁の三塁ランナー、ワンアウト三塁の、はい、三塁ランナーの判断、はい、ギャンブルスタートでいくか、はい、ゴロ転がってるからの見て走るかどっち選択するかっす。よくあるんですよ、今のギャンブルスタートだったらセーフだったのにみたいな。うーん、でもちゃんとボールが転がるかも分かんないわけですもんね。そうだから、じゃ あのギャンブルスタートのメリットは、はい、あのもうかなりの高い確率で内野ゴロだったら、はい、あの野手がもう完璧にプレーしない限り、はい、足が速いランナーだったらもう 99% セーフ、はい、で、あのその代わりこの前のロッテ戦でありましたけども、はい、あの川島がシュートが三塁ランナーで、はい、ギャンブルスタートで川島がセカンドライナー打って、はい、帰れなくてダブルプレーでゲームセットみたいな。でもだからライナー打ったらもう帰れないから絶対ダブルプレーになる、はい、でもしくは大きく上がったフライだと犠牲フライ帰れるんですけど、はい、ちょっとハーフウェイぐらいのハーフライナーぐらい の, あのフライだとあの帰れないの三塁まで、はい、だからタッチアップができなくなるっていうリスクがある。そっか、タッチアップができだからちゃんとボールを転がすように打たないとギャンブルスタートは。でもそれだったらエンドランでいいやんって思っちゃうの。ああ、なるほど。だからバッターはヒットを狙いに行く中でのギャンブルスタートっていうだけだから。はいはい。でもこうちょっとハーフライナー気味のフライが定位置ぐらいに上がっちゃうと、はい、もう三塁ランナーはギャンブルスタート切ってるから帰れない。はい、帰れないですね。でタッチアップできなくなる。それ結構ハイリスクですよね。その代わり、はい、ゴロ転がったらセーフ。でもゴロになるか、そのバッターが何を打つかによって全然結果が変わってきますよね、うん、で、だからヒット打てなくても点が入るっていう、はい、で、スクイズと違ってピッチアウトされる恐れもないしっていう、はい、これ三塁ランナーに指示は出ないんですか。三塁ランナーには出る、もちろん、はい、ゴロスタート三塁ランナーにはゴロゴーか、はい、ギャンブルスタートか、はい、抜けてから、はい、だからゴロストップ、うん、内野を抜けてからスタートっていう3つの選択肢が与えられるってことですか。いやいや、ベンチから来る、ベンチ来る、はい、それに従うだけ。ああ。で俺でも全部出たことある。ギャンブルスタートも出たことあるし、はい、ゴロゴーもあるし、はい、でゴロゴーとか1、3塁がファーストサードがちょっと前で、うん、二遊間が後ろだと、1、3塁ピッチャーゴロストップ、はい、二遊間飛んだ時だけゴロゴーねっていう複雑なあれもあるし、はいはい、全部ギャンブルスタートもあるんですけど。あ、なるほど。でゴロゴーの場合は、はい、ゴロ転がってんのを見てからホーム行くから、うん、もうほぼ正面だったらホームアウト、はい、確実に。だからちょっと横になって不利な体勢になったりしたらセーフになる、はい、その代わりギャンブルスタートじゃないからライナーでも戻れるしハーフフライもタッチアップ可能、まあ、ローリスクですよね。その代わり内野ゴロじゃほぼホームアウトです、はい、ホームアウト、うん、まだこれもローリスクとハイリスクで、うん、じゃあどっち取りますかっていう。何点差開いてるんですか。1点差、0対1で1点差で負けてます。0対1でもう8回とか、うん、そう、8回裏、8回裏1対0で負けてる状況で、で三塁ランナーは楽天でいうと、はい、ちょっと足速い茂木、まあ速くもないけど遅くもない、まあ早めぐらいの感じですね。そう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 、はい、うん、で、うん、バッターはじゃあ鈴木大地。おお、ちょっといいバッター来るな、うん、当てるのうまいよみたいな。当てるのうまい、そうですね、当てるのうまいし、でも外野フライもあるよねみたいな。ありますね。で打率は高めねみたいな、はい、私これ多分ギャンブルスタート いっちゃうな。出しますね、はい、でライナー行ったらゲッツーで終わりでいいですよね。鈴木大地選手はボールに当てるのもうまいし、だ転がる可能性も高いし、でも当てるのうまいからライナーになる確率も高いんですよ、はい、だってヒットだったらゴロゴ抜けてからスタートでもいいんですよ、ギャンブルじゃなくても。ギャンブルスタートっていうのはそもそもそのバッターに、はい、あのミスショットするやろっていう、はい、あ、そういうことか。だってヒット打てるやつに無理にギャンブルスタート、どうせあれやろ、ヒット打たれへんやろみたいな、内野ゴロやろっていう、内野ゴロぐらいは打てるやろみたいな。そっか、だからまあもうギャンブルで、そう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 、だから要は、うん、まあ、もう内野ゴロでも1点取れるようにっていう、はい、いわば、うん、
マイナス思考の作戦じゃん。そうですね、うん、そっか。そうしたらでも鈴木大地選手来たらもしかしたら首位打者だっていけちゃうぐらいヒット打つわけですから、うんうん、今3位だからね。そうですね、うん、そうしたらギャンブルしなくてもいいか。何ですかって思っちゃいますね。ゴロゴロ抜けてから内容は前進守備を、ゴロゴロギャンブル抜けてからね。抜けてから、うん、だから内野ゴロはもう抜けてからスタートみたいな。だからヒットを見てからスタートっていう。あー、だからゴロ来たらストップ。いやもう鈴木大地選手だったらヒットを見てからになっちゃうかな。でもあれよ、相手は中継ぎだからモイネルとか投げてるよ。いいピッチャーなんですよね、うん、勝ってるからちゃう、ね、いや難しいよ。でもそれはじゃあ鈴木大地選手とモイネロとかの相性にもよりますよね。でも打っても3割だからね。はい、7割アウト。でもモイネロに全然当たってないままでって可能性もあるじゃないですか、うん、そうしたらギャンブルスタートにするかもしれないです。でこれ考えると難しくないですか、はい、めっちゃ難しいです。いろいろ考えちゃいます。だから結局何にもメリットとデメリットがあるわけ、はい、うん、でその中でどの選択をするか、はい、だからでもね、三塁ランナーシュートやと、はい、で最終回と、うん、1点差と、ピッチャーロッテは守護神増田と、はい、でバッター川島慶三だと、うん、なった時にほぼ人がギャンブルスタートしちゃう、うん、これはもう絶対1点取らなきゃいけないし、まあ、まあ相手守護神やと、うん、で西武も今1位やと、うん、なった時に、まあ、なかなかヒットも難しいと、うん、その代わり川島当てるのがうまいし当たったらゴーで転がりさえすればシュートなし西武ギャンブルやろって多分 99% の人間が思ったと思うんですよ、うん、結果ライナーでゲッツーで終わるっていうのもあるんですよ。ありますね。 でもそういうのを考えながらやっていくんで、うん、だから何でもかんでも頭ごなしにね、うん、批判していくと、うん、まあ難しいんちゃうかっていう。だ僕はある時のその総チェックでは、はい、あの状況でも飛び出すのはもう仕方ないと、うん、ギャンブルスタートだし、うん、まあ運がなかったね、うん、っていうのも必要だと思うんですよ。正解不正解はないわけですよね。そう、何を取るかね、うん、っていうところでそういったところもね、その起こる前に自分だとこの作戦取るけどね、はい、っていうのを考えながら試合見ていくと、もしそれと違うかった時に、あ、俺ギャンブルスタートしてたけどあぶねえ今ライナー打ってたから俺の作戦だったらゲッツーだったわとか、はい、俺はここまあもう無理しないで抜けてからかなってなった時に超ボテボテのゴロで、うん、いや今走ってた絶対セーフだったやん、ゴロゴロでもセーフだったかもっていうようなやつとかもあるから、うん、そういうのを見ながら結果どうなるかを見比べていくとまた勝った負けたと違う面白さあると思うんで。でももう野球選手も監督もキャッチャーもみんな選択迫られてるんだなっていうちょっと大変さをね。いやそうですよ、もう選択してね、キレくなりたいですよ、はい、ちゃんと。キレくなりたい。分からなかったですか、お選択と選択をかけたんです。あ、そういうことですか。